まあ、これちょっとテーマ曲の話と、うん、うん、ちょっと広がりすぎるかもなんですけど、うん、僕がその夜の曲とか夜をテーマにとかっていうのってやっぱり一つ、まあなんかこう過去だったり、あとはその欠けてるものをこうなんか隠してくれるというか、うん、なんか夜のそういう不思議な、うん、強さというか優しさみたいなものをあの、まあ、感情的にも思うし、うんうん、あとその実際にその、まあ、闇がこう広がるっていう目で見た時の、うん、日常と違う形というか、なんかそういうものにすごいやっぱ惹かれて作ることが多いんですけど、でもなんか山口さんの写真とかを、まあもうあの多分6年ぐらいの付き合いになると思うんですけど、やっぱ最初の頃とか特に見てて、こうまあその夜とまた違うのかもだけど、人間のこうやっぱり儚い部分とか、なんかそういうところにこうフォーカスして撮っていったりとか、うんうんうん、なんかそういうものをすごいやっぱ感じてて、うんうんうん、なんか僕が最初その一番最初に一緒にお仕事したのが多分 She Was the She のアルバムだと思うんですけど、うんうん、でその時にやっぱり山口さんという写真家の人がいてって紹介を受けた時に、うんうん、なんかそこにすごい自分の音楽との親和性みたいなものを感じたんですよね、うんうん、でもなんでそういうこう人の脆さみたいなところをなんかフォーカスしていくというか、そういう写真を撮るようになったんですか？そうですね、これその答えは多分写真家っていう写真を撮る人、写真家に限らず、うん、思い返したいから撮るんですよね、写真って、うん、あのまあ、うん、あのスマートフォンで撮ってどうせ見ないじゃないかっていう、うん、ちょっと揶揄することもありますけど、でもそれでも、うん、あの後から見たいから、後から見返したいから写真を撮るんですよ、別にそこに専門性もなければ、うん、あの写真家じゃなきゃできないわけでもなくて、みんな一度同じようなことをしているんですよね、抽象化すると、はい、だから多分僕は、うんうんうん、あの偶然そういう人間の弱さに対峙する機会が多かったんだと思いますね、うん、なるほど、偶然、まあそれは人生の中で、うんうん、まあ、そういう方向に行くことが多かったから、まあ、自分が、蒔いた種というか自分が選んだ結果だとも思うし、それでも、うんうん、やっぱり偶然なんじゃないかなと思うんですよ。でそれを単純に、記録をしていたらそういう形が出てきた。なるほどなるほど。心が強いのかなとか、うん、思います、ね、うん、